旬で彩る幸せご飯。今日は甘藷と秋鮭の炊き込みご飯を作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材は甘藷。全国有数の生産量を誇る宮崎の甘藷は長期保存できることから、香港や台湾など東アジアへの輸出が年々増加。アジア各国の料理との相性が良く重宝されています。フライパンなどを使わずに炊飯器だけで作れます。ほっくりと炊き上がった甘藷に秋鮭、秋の味覚満載の炊き込みご飯です。炊飯時間は40分です。調理時間はおおよそ10分です。では作っていきましょう。甘藷は1センチ幅に半月切りします。切った甘藷を水にさらします。エリンギは薄切りします。米は洗ってザルにあげておきます。炊飯器に米と水と調味料を入れます。ここに甘藷と塩鮭、エリンギを入れます。塩鮭は生のまま入れます。生のまま入れるところがポイントなんですね。魚の旨味と甘藷のホクホク感が混ざって美味しく炊き上がりますよ。炊飯器に入れて炊き込みます。ご飯が炊けたらお茶碗によそい、青ネギ、バターを散らします。秋を感じるいい香りがします。これで甘藷と秋鮭の炊き込みご飯の完成。秋鮭にエリンギ、秋の味覚と甘藷がよく合います。寒くなり始めたこの季節、ホクホクとした甘藷で体も心もほっと温まりそうです。朝ごはんの一品にも良さそうですね。甘藷で彩る幸せご飯、ぜひお試しください。